パトライト三田工場では製品名板や梱包ラベル、一部の取扱説明書を社内で出力しています。それらを出力するために作業者はプリンターをただい持ちしているのですが、インク切れや用紙切れ、オフラインなどが原因でプリンターが稼働停止した場合、直接プリンターを見に行かないと気づけず大きなロスにつながっていました。ラベルプリンターのエラー情報を当社のネットワーク監視表示灯 NHFV 型で監視して異常がある場合に報知させています。運用方法としては各段の LED の色に概念はなく、各段が個々のラベルプリンターと連動しており、点灯パターンを変えることでラベルプリンターの状態を表しています。また同時に音声による報知も行っております。具体的にご説明しますと、インク切れになると点灯パターン1、用紙切れになると点灯パターン2、オフラインになると点灯となります。異常の放置も NHFV 型の設定のみで実現することができますので、容易に導入することができました。回転と用紙がなくなりました。各プリンターの異常を色や音声で放置することで、稼働停止に対して作業者に早期に気づきを与えることで素早く対応できるようになりました。その結果、稼働停止によるロスを削減することができました。現状は色や音声による放置で作業者へ気づきを与えておりますが、自動出力中に別の作業をするため持ち場を離れることがあります。そういった時にもプリンターの稼働停止を作業者に気づかせるために、 NHFV 型のメール送信機能を活用し、作業者の会社携帯へメールを送信することで、作業エリアにいない場合にも稼働停止に対して早期に気づきを与え素早く対応できるようにしたいと考えております。